エクソダス栄光への脱出は、レオン・ユリスの執筆した1958年発表のアメリカ合衆国のベストセラー小説。1947年に、ホロコースト世存者らを乗せて、フランスからイギリス移民党治療パレスチナに向かおうとして、イギリス軍に制圧された、不法移民戦エクソダス号をモデルとした物語である。エクソダスは、退去した脱出という意味だが、 デイエジプト期になぞらえてもいる。1960年に映画化された。栄光への脱出は1960年のアメリカ映画である。ユナイテッドアーティスト配給。監督はウィーン出身のユダヤ人、オットー・プレミンジャー。音楽はやはりウィーン出身のユダヤ系作曲家、アーネスト・ゴールド。脚本はダルトントランボ。撮影はサムリービット。主題歌のエクソダス。 放題は栄光への脱出のテーマもインストゥルメンタル曲としては大ヒットとなった。1961年ビルボード誌の週刊ランキングでは1月23日に最高位の第2位を獲得。同志1961年の年間ランキングでは第2位を記録した。また、後にパッド・ブーンが This Land Is Mine で始まる歌詞をつけて彼自身でも歌っている。 イスラエルの建国を女子史的に描いた映画であり、原作小説にある反イギリス、反アラブ描写は抑えられているものの、イスラエル独立にあたっての内戦やユダヤ人、アラブ人双方の描き方に対して多くの論争がある。また、アメリカにおけるイスラエル支持の世論形成にも多くの影響を与えた。ホロコーストを生き延びたヨーロッパのユダヤ人多数がパレスチナへ移民しようと、 したが、そのほとんどはイギリスが設けた移民枠を超過した不法移民で、多くがイギリス軍に捕まりキプロス島の難民キャンプに送られていた。難民キャンプで看護婦として働いていたアメリカ人のヒロインの前にエクソダスと名付けた貨物船を手に入れて、彼らを極秘のうちにパレスチナへ送ろうとするユダヤ人で元兵士の主人公が登場する。船に乗り込んだ移民たちは、 イギリス軍との緊迫した駆け引きの末に、パレスチナへとたどり着くが、イスラエル建国への道のりは厳しく、次から次へと、困難な状況が訪れる。果たして彼らは、栄光への脱出を実現できるだろうか。日本語吹き替え版、初回放送1972年1月2日、日曜洋画劇場キプロス、エルサレム、ハイハ、アッコ、カイサリア、クファールカナ、アトリット、 キネマ旬報ベスト1085回前市1924から2011181ページ再放送1975年1月29日水曜ロードショーほかありがとうございます